アメバエンタメをご覧の皆さん、こんにちは。モメン、サナです。世界で活躍する6人組ボーイズグループアストロのメンバームンビンさんとユンサナさんによるユニット、ムンビン&サナ。彼らの3枚目となるミニアルバムインセンスが1月4日にリリースされました。アベマエンタメではムンビン&サナの魅力を深掘り。およそ10ヶ月ぶりとなる最新アルバムの制作秘話、さらに普段なかなか言えない相手への本音を言い合ってもらいました。나는 약간 좀 개인적인 바람이 좀 춤출 때 ムンビン&サナはアストロのメインダンサーのムンビンさんと、最年少ながらリードボーカルを務めるサナさんがグループ初となるユニットとして2020年に結成。ファン待望の最新アルバムインセンスでは香りをテーマに全6曲が収録されています。세번째ミニアルバムインセンスを발매를하게됐는데요저희의매력을향에빗대어서컨셉적으로향이다보니어떻게표현을할지회사분들도그렇고저희도그렇고되게고민을많이했는데꽃을좀이용해서그런향들을표현해보자고했고요표현을해봤고요전앨범다너무좋은곡이고또하나랑제가처음으로작사작곡까지한솔로곡까지들어있으니많이들어주시면감사드리겠습니다저는그러면수록되어있는것도타이틀곡도있으니까타이틀곡에저더번져내게로여기가좋은것같습니다아무래도음악적색깔이약간은다르지않나라는생각이드는데저희문민사나는아스트로보다는조금은다크한느낌을가지고있고좀약간더강렬한느낌이조금더많이드는것같습니다ちなみに문민&사나의好きな香りはというと저는그계절냄새를굉장히좋아하는데요그계절마다바뀔때바람이주는냄새가있는데그냄새들을참좋아합니다저는좀진짜달달한향을좋아하는것같아요뭐향수나뭐샴푸나샴푸그런것들도약간달달한향을맡으면기분이좋아지는게있어가지고달달한향을좋아합니다これまで3枚のアルバムをリリースしてきた2人、共に活動する中でお互い尊敬しているところがあるといいます。항상앨범준비를하면서느끼는건데일단비니형이저를약간같이모니터를해주는거형이항상모니터를자주한다는건알고있는데형모습만보는게아니고제모습도이렇게봐주면서좀이렇게더했으면좋을것같다그런코멘트를해줘서되게고맙고예저는진짜리스펙하는것같습니다 저는사나의그런좀무대위에서의그런좀프로적인면모가아무래도좀옛날보다성장한부분들이있어서볼때마다놀랍고저런점은나도배워야겠다싶은것들이무대에서드러나는것같습니다一方、ムンビンさんはサナさんに直してほしい部分もあるとのこと。サナは약간좀개인적인바람이좀춤출때조금더다운을많이했으면좋겠어요몸이크기때문에다른사람보다힘들겠지만어쩔수없습니다아저저저는없습니다 변명했네마지막にムンビン&サナから日本のファンへメッセージが비록저희가많이이렇게직접적으로만나진못하지만정말멀리서응원해주고계시다는걸너무잘알고있기때문에저희가더한국에서더열심히활동하고기회가됐을때좋은무대로보답을해드리도록하겠습니다조금만기다려주세요응원열심히해주세요많이많이해주세요ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優香です。
ABEMA ならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。